スタートしました。スタンド前を使っての先行争い、横一線。好スタートは12番のサトノリーベが切りましたが、10番のダノンソフィア、やはり今日も出ていきます。あと内からは7番のリュクスフレンド、手綱をやや押しながら4番のラフダイヤモンド、インコース2番のロマンシングブルー、イーガン騎士も2番手のインコースになりました。あと8番のチューバダンスは前から 5、6番手の位置で1コーナーのカーブに入っていきます。そのうちに1番のデインティハートが続きました。1コーナーをカーブしていきます。あとは9番のオメガオリーブ、中段馬群の中、先頭は10番のダノンソフィア、今日も先頭でリードが1馬身半から2馬身です。単独2番手2番のロマンシングブルーで第2コーナーのカーブ、その後ろ離れました、4馬身離れて4番のラフダイヤモンド3番手、並んで7番のリュクスフレンド2頭並んでいます。その後ろ8番の中和ダンス、前からは7、8馬身といったところ、差がなく9番のオメガオリーブ、内からは1番のデインティハートが続いています。中段になった12番のサトノリーベ、あと2馬身離れました。5番のホーオープリンセス、6番のメローボイス、やや縦長です。11番のライブインステラ、 1000m 切りました。1分1秒5での通過です。後方グループは13番のエレガントチャームが後ろから4頭目、あとは15番のオリアメンディ、14番のジェラペシュ、それから外を通って3番のサツキハピネス、最後方から徐々に位置を上げていきます。800切りました。馬群が詰まって先頭からおしまいまでは10馬身ぐらいの圏内、10番のダノンソフィア先頭、2番のロマンシングブルーが差を詰めていきました。 3,4 コーナーの中間600切りました。外を通って7番のリュクスフレンド、今日は積極的、あとは5枠の2頭、9番オメガオリーブ、8番チューバダンス、馬群の中、4コーナーのカーブ、内を狙って4番のラフダイヤモンド、固まって4コーナーから直線に向きました。早め先頭に立った2番のロマンシングブルー、イーガン騎士が先頭だ。2番手インコース10番のダノンソフィア粘っている、あと追い込んできた。3番手8番のチューバダンス、チューバダンスが前をめがけて上がってくる、坂を上がりました、200を切った。あとは1番のデインティハート、12番のサトノリーベ、4番手5番手争い、抜けた2番のロマンシングブルー、3馬身のリード、2番手8番のチューバダンス、内10番のダノンソフィア粘って、3番手2番のロマンシングブルー、イーガン合輪、2番手8番チューバダンス、3番手は10番のダノンソフィアと1番のデインティハート、2頭並んでいます。